二個下の西山と同じ年の代だけで700人ぐらいは余裕で集まれますもん、だって。ああ、そういうことなんですね。はい。で、西山とかなんか10人ぐらいしかいないから、逆らうわけないですから。ああ、そういうことなんですか。関東連とか言ってる、その見立ての代の関東連とか言ってるけど、そのフラワーの本当の真実とかみんな知らないし、見立てなんて英語と、その松島クロスと英語は、まあ、見立てと、あと小池幹事っているんですよね。はい、小池っていうのとか、はい、こいつら兄弟分ですから。ああ、そうなんですか。英語がそれで一番トップですから。ああ、え、英語さんっていうのは相当トップなんですか。だって俺の弟なんだから、そうなっちゃう決まっちゃってんじゃないですか。あ、そういうことなんですね。はい。で、あいつらがお金、関東連の、はい、それ、年下とか、はい、がガキどもが金持ったのも、俺のおかげですもん、だって。で、俺のことを狙うとか、そういうのとか絶対ないっすよ。あ、そうなんですか。はい。まあ、みんな自分に感謝してるから、はい。そういうのはないんですよ。あれ、ただ、慶吾さん気をつけてほしいのが、内藤さんって、なんか、この間、壊したの、俺らの、なんか後輩とかって言い始めましたよね。そうそうそう。それはもう、鎌田警察の刑事さんに、はい。電話しときました。いや、あれしなきゃまずくないですか。自分も慶吾さんに、あれまずい。なんか、他になんか身さらうとかって言ってなかったでしょ。それであいつ多分近々パクられますよ。え、だってあれまずいっすよね。だって身さらうなんて言ったんでは、ああ、え、だってそれもうダメなんじゃない、配信で言ったから。